前線が通過した影響で、今日も県内は能登を中心に雨が降りました。雨のピークは過ぎ、穴水町や珠洲市、輪島市に出されていた避難指示は全て解除されました。低気圧から西に伸びる前線が北陸地方を通過し、県内は午前中を中心に大気の状態が不安定となりました。おとといの降り始めから午後3時までの降水量は、輪島市門前で169ミリ、輪島市三井で 159.5ミリ、輪島市で 143.5ミリを観測しました。輪島市と珠洲市には一時土砂災害警戒情報が発表されましたが、雨のピークが過ぎた午後1時過ぎには解除されました。また穴水町の全域と珠洲市の一部、輪島市の一部に出されていた避難指示は全て解除されました。県内ではこれまでの大雨により地盤の緩んでいるところがあります。湿った空気の影響を受け、今夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。金沢地方気象台は、能登では今夜遅くにかけて土砂災害に注意するよう呼びかけています。 JR 金沢駅の改札口です。北陸線特急の運休を受けて、生産所には人が途切れない状態が続いています。降り続いた雨は交通機関にも影響を及ぼしました。今日午前5時半ごろ、 JR 北陸本線の敦賀駅と南今城駅の間の線路に土砂の流入が確認されました。このため敦賀竹府間で、金沢と大阪を結ぶサンダーバードや名古屋を結ぶ白鷺といった特急列車30本と普通列車20本が運休しました。ビジネス客や夏休み中の旅行客などは予定の変更を余儀なくされました。今日は出張で、はい、サンダーバードを使う予定でして、東京を返してか、ちょっとそれだとだいぶ時間がかかるので、車で行くか、もうちょっとそれ出張自体をもう取りやめするか今検討してます。昨夜こちらの方で同窓会があったもんですから、それは高校の同窓会ですけどね、それで来てこれから帰ろうと思っておったんですが、復旧の時間さえ分かればね、それなりにするけど、時間も分からないんですから本当困りますね。なお JR 西日本では土砂の撤去作業を終え、昼ごろに運転を再開しています。